NOK プレゼンツドリームジャーニー。毎日がスリルと驚きに満ちていた。彼が向き合うのはメタン菌。菌ですね、微生物のパートナーみたいな存在ですね。餌をあげてガスがたくさん出てると頑張ってるな。福島高専専攻科2年の高橋智樹さん。メタン菌で起こるメタン発酵を研究している。これによりメタン菌が有機物を分解、メタンガスを作り出す。目に見えない微生物が人が出した廃棄物を人の役に立つエネルギーに変えてくれる。食品廃棄物や下水汚泥、家畜の糞尿などマイナスからプラスの価値を作り出す。これを餌とするメタン菌により有機物が分解、メタンガスが生まれ、電気や熱などのエネルギーへと。各地域で発生する廃棄物っていうものを使って地産地消型のエネルギーの供給システムを、まさにもう画期的な技術じゃないかな。現在食肉処理場で廃棄される牛の胃液、ルーメン液を使っての研究に没頭する高橋さん。けれど入学当時は建築の世界に憧れていたという。自分の家を自分でデザインしたかったっていうのがあって、高専に入ってから自分の家を設計するのは自分の趣味の範囲でできるっていうふうに先生から言われて、じゃあ人の役に立つ仕事をしたいな。この日向かったのは福島県内唯一のメタン発酵施設。地元企業と連携して研究を進めている。高橋さんの夢はエネルギーの地産地消の実現だ。発展途上国だったりとか世界中でエネルギーが平等に使うことができるようになるんじゃないかなと思ってます。若き研究者の夢への旅は続く。